はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。今回はね、はじき序盤の進め方ということで、一応私はね3アカウント使った無課金攻略をやってまして、一応過去のね、はじきイベントでも全部ね、普通は1アカウントだけなんだけど、一応3アカウントね、全部レベル9まで倒して、かつね、お助け企画で無課金でねお助けまで一応やれてる感じなので、一応その毎回のね、やり方などをねちょっと紹介していきたいなと思います。はい、で一応現在の状況的にはモヒカンゴロに勝った回数3回でメガモヒコングもうほんと普通のゴリラとスーパーゴリラぐらいにしてほしいんだけどね。1回です。で元気ドリンクはね、まだ0個か。今回なんかもらえたね。なんかこの辺なんかおまけでもらいましたね。なんかわかんないけど、はい。だけど元気ドリンクはまだ落ちてないかな。0個かな。はい、じゃあ2番目のアカウントお見せしましょう。ちょっと現在の状況ねまず説明します。はい、これが2番目のアカウントで、現在の状況はモヒカンこっちも3回で、メガモヒコングはね0回です。元気ドリンクまだ交換してなくて、あれなんか落ちたと思ったんだけどな。3つ目のアカウントかな。なんかこのおまけはすごいのね、倍もらえるのもらえて、あれ、あ、まだここも0か。はい、まあでも始まったばっかだからね。こんな感じです。2番目はこんな感じです。はい、3番目のアカウントは、あ、結構3番目のアカウントは進んでる。モヒカンゴロは7回の、コングもね2回勝ってます。元気ドリンク0個だけど、ここのアカウント落ちたかな。ちょお助けばっかねまだやってて、あれなんか落ちた、あ、1個落ちてるね。あ、2個落ちてんね。あ、3個落ちてる。このアカウントだけ落ちたのか。なるほど。あ、もう一回やればあれだったかな。このアカウントだけ3個ドロップですね。まあなんかこんな風にね、結構元気ドリンクってね、同じ数倒してても結構偏りがあるんだよね。だから3アカウントで、トータルでね、元気ドリンクドロップって考えた方がいいかなと思います。あの、1アカウントだけ頑張ってもね、なんか頑張っても落ちないときは落ちなくてね、そう、リスク分散も含めて私3アカウントでやってますね。まあまあこれも次第にね慣らされていきますけどね。はい、一応3アカウントの進捗はこんな感じです。はい、そしたらメインアカウント戻ってきました。残念ながらねまだドロップしてないんだけど、まあでも経験値も結構集まるからね、まあいいのかな。まあこれも次第に落ちてくると思います、お助けね。で序盤の進め方ということで、一応今回はね、9回倒してこのメガコングをね、倒して9回倒してね、私は3アカウントともね、リトルコマンダーゲットするのが目標ですね。で一応おはじきの基本ルールとしては、おはじきでは半分以上ダメージを与えるとご褒美が増えるよっていうことで、一応基本的にはメガモヒコングを、倒すのをお助けした方がご褒美はゲットしやすいです。なので順番からいくと、メガモヒコングをフルフルで倒す、もしくは半分以上、それか半分以下で、次は、モヒカンゴロに対してフルフル倒す、半分以上削る、半分以下削るっていう感じになると思うけど、ただね結局ねモヒカンゴロが回数多くなるんで、まあモヒカンゴロをとにかくお助けすればいいのかなっていう形になってます。一応これまでね、攻略に対しては必ず元気ドリンク、たくさん必要になってくるんですが、一応ね今まで3アカウントで FF コラボが50個、モンストが52個、暴走エマの時は42個、ミストシャドウの時53個、暴走カイラの時51個、サンデーコラボ55個、シャドウサイドの時シュカ様53個、前回の仮面ライダーコラボ43個だったんですけど、まあ多分今回も40個から50個ぐらい3アカウントでドロップするのかなと思ってます。で一応基本は、半分以上ダメージがいいけど、でもあんまり気にしないで、序盤はとにかくひたすら
まだね、あのフレンドさんのヒットポイントが低いと思うので、お助けを頑張ればいいと思います。で、たくさん倒してもね、出てこない、落ちないときは落ちないんであれなんだけど、ただやっぱ数はねこなしてほしいなっていうところ。1日体力って50元気あると思うんですけど、まあ正直私は初日2日はお助けする人がいないとき以外は自分はのは進めない感じ。自分は今まだ3回ぐらいしか進んでないけど、それはお助けする人がいなくなったときに、まあ、進めるって感じで、それ以外はね基本お助けにしています。で、あとはね、いいやり方としては自分の3アカウントあるんですけど、それを1人のフレンドさんと友達になると、例えば後半になってヒットポイント高くて倒せなくなりそうなんですけど、まあ、3アカウントね、フレンドだったら3アカウントトリプルアタックすれば倒しやすくなるので、1人のフレンドさんに対して自分の3アカウントね、フレンドになるといいのかなと思います。それで自分がお助けした機会では必ずね、倒して元気ドリンクね、ドロップできる確率をね、上げて、自分がお助けした機会損失をね失わないようにしてほしいなと思います。一応まあそれだけでいいと思います。とにかく序盤初日2日はお助けばっかやって、まあ落ちなくても落ちなくても序盤ね頑張ってると、まあさっきの3番目のアカウントみたいに急にドドドって落ちる時があるので、なのでだいたい初日がダメな時でもね2日目にね急に落ちたりするので、まあ、とにかく初日2日3日でね、まあ、20個近く落ちるので、なので最初の3日間ね、3アカウントで20個、まあ、20個いかなくても15個かな、それぐらい目標でやるのがいいかなと思います。まあみんな体力ね50あって50回復するのに4時間10分かかるけど、4時間のうちその3回半分、まあ12回分、12時間半分、それだけでも150体力分か、それだけだと150体力だと5で割ったらいくつ、150体力だから30回のお助けか、30回のお助けだとちょっと足りないからな、もっと50回、1日50回お助けぐらいねしたいなっていう感じはありますね。まああくまでもこれ無課金のやつなので、まあそれぐらいな気持ちで、とにかくねフレンドさんがなんか出てたらお助けをどんどんして、でなるべくね3カウントフレンドになって、もうお助けしたときは倒しきれるようにねするだけでまあいいのかなと思います。であとはねポツ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 落ちていくので、いいと思います。で後半は私はね多分特攻引けなかったので、このモヒカンゴロトリプルアタックになると思います。これ3アカウントやって倒していくって感じになるのかな。まあこれでも中特攻であれば、まあまあまあそれなりにダメージ出るので、まあこれでもう十分に789倒していけるのかなと思います。仮面ライダーの時はそうでした。仮面ライダーの時はこの交換特攻しかなかったんで、それでも9まではいけたので、まあガシャで出なくてもねそれでやっていくのかなと思います。ちょっとワイポイント配布がね今回ないと思うので、もうこれで行くしかないのかなと思います。でちょっとお助けばっかやってるねこの欠点がね、ワイポイントがたまんないんですよね、自分のやんないから。だからちょっとそこはちょっと覚悟してほしいなっていうところあるんだよね。でいつもはそれやってて途中でワイポイント配布が来るからあれなんだけど、今回それがないのでちょっとそこが今回難しいかなっていうところがあるんですが、まあちょっとずつね自分のやつもやるようになると思うので、まあそれでねやってまあ進めても、だから2800を確保しつつお助け頑張って序盤はね進めていければなと思います。まあ別に無課金じゃなかったり特攻ある人はねどんどん進めたらいいと思うけど、あとはねこれ毎回言うんですけど、自分のね取りたいアカウントについては
6まではサブアカで倒させるっていう形で、元気ドリンクはね7から使うっていうやり方にする方がいいと思います。そうすると、9までね、きっちり倒せるだけの元気ドリンク残るので、メインアカウントだけ攻略したいって人はね、6までをサブアカで倒して7、8、9はまでメインアカで元気ドリンク使わないようにするようにしてください。まあ一応今後後半でね、8、9の時、これこいつが Y ポイントアップだから8、9でね倍もらえる Y 使えば Y ポイントは取り戻せるんだけど、ちょっとねそれまでクリアまでに本当は欲しいなっていうところあるんだけどね、なんですが、まあとにかくねできるだけ半分以上削るがいいんだけど、まあ半分以下でもね十分落ちますし、あとは自分の倒してもらうでもね、元気ドリンク落ちるので、とにかくね元気ドリンク集めて無課金攻略やってみてください。私も今回もね、3アカウント無課金ゲット、かつ元気ドリンク余らしてねお助け企画までやれればなと思っております。はい、じゃあ今回は序盤の進め方について話してみました。とにかくね焦って元気ドリンク使って進めてもね全然、まあ課金できる人はそれでもいいんですけど、無課金はそれだとダメなので、焦らずね助け頑張りながら頑張っていきましょう。はい、じゃあ今回言いたいことはこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、元気ドリンクのねドロップ推移とかねコメント欄とかにトップにね随時入れていくようにするしますので、今回もね皆さん頑張っていきましょう。はい、じゃあそれではまたね次回の動画でお会いしましょう。いけるかな、さよなら、バイバイ。